ハンダパレット洗浄装置の説明をさせていただきます。で、こちらが、フラックスバスといいまして、ドライアイスによるですね、洗浄でございます。で、通常の場合でしたら、有機洗浄で約1枚洗浄するのに10分かかるって言われております。で、それに対しましてこの、フラックスバスターの場合でしたら秒速いうことで約1枚50秒で洗浄ができるというものでございます。高度としましてはマイナス78度 のですね、パウダーをこうぶつけます。それによりましてその表面をですね、弱くして、でその中にそのドライアイスが入り込んで、750倍に気化した時にですね、汚れを剥がしてしまうと、こういう行動でございます。で、まあ、この、フローパレット以外にですね、こういった形のですね、印刷機械とかですね、あるいはそのお菓子の装置とかですね、あらゆる汚れですね、汚れに対して、対応できます。